あの金崎神社ですね。で、こちらはですね、大和姫の御事と、関係がありまして、そういう由来もあります。古い歴史のある感じですね。今あの上の方で正式参拝をされてる、多分観光バスで来られた歴史の会の人だと思うんですけど、正式参拝をしております。建物に向かいましてお祭りごとを行う、あるいはご参拝、お参りをする、こういった形式に変化をしてまいりますけれども、今お話をしました3カ所、奈良県の大神神社、長野県の諏訪神社、そして埼玉県金鑿神社、この3カ所のみはそういった変化の過程をたどらず、古い姿、形、山そのものをお祭りする姿を今に伝えておるわけでございます。金鑿神社、西暦で申しますと100年前後、大和たけるの御事を当地にお越しになっており、身につけておりました火をつける道具、また最後でお見せいたしますけれども、火打ち石、火打ち金といった火をつけるものをこちらにお納めになったこと、大和たけるの御事をお納めになったことを始まりとするお社でございます。その後鎌倉時代になりまして、児玉島という武蔵武士団の氏神様として崇敬を集めましたお社でございます。また地域を古くから潤します女堀が久保用水、こういった用水路の水神様として合わせ祀られたお社でございます。平成の30年お正月三が日で約9万5000名の方々ご参拝お見えになりまし、ご利益といたしまして薬除け、法医除け等がございます。境内地が約2万坪ほどございまして、皆様方の左手奥ハイキングコース御嶽山、山の頂上近くにですね、中世の山城の跡でございますが、御嶽城跡という古い山城の跡がございます。このお城がちょうど群馬が藤岡市に平井城という、上杉謙信ちょうど平井まで、攻めてまいりまして住んでおった時代が、投入していた時が少しあるんですけれども、平井城とこの御嶽城が国境、川境を挟んで相対するお城同士でございます。この御嶽城は寄居町の八幡城という北条氏のお城になりますけれども、その八幡のお城の出城になっておりまして、鎌倉街道という古い街道がこの近隣を通っております。要の城としまして、この近隣で非常に戦が多かった場所で、ございます。以上簡単にですね、ご由緒来歴等ご説明申し上げましたけれども、もともとは金砂あるいは金さなぎと申しまして、砂鉄が固まりましてさなぎの形になったもの、この金さなぎの言葉が縮まったものと言われておりますけれども、岩盤質の岩山が多い場所でございまして、古くからこういった高いところの硬いものに、まあ、神様が宿る、周りの お山とちょっと違 うちょうど硬い部分が頂上に露出しておる、そういったところに神様が宿るとい う日本古来の古くから伝わっております、信仰に基づくお社でございます。それでは火打ち石、火打ち金、どういったものかご説明いたしますけれども、11月